大分市の鶴崎港区公民館前に立つ銅像。妙林には、戦国時代の女性。大友氏の家臣、吉岡明京の妻。吉岡大林、吉岡林子とも呼ばれる。資料はほとんど残っておらず、大友後輩期、両豊高期にその名が、ルイス・フロイスの文書に妙林にと思われる人物の記録が登場するのみである。本名、生没年などは不明だが、 父は、林左京良、一は、丹城小次郎正都と,とされる。吉岡長蔵の息子、環境と結婚するも、天正六年、その陳境が耳川の戦いで戦死したため、夫を弔うために出家し、病林にと称した。天正十四年、九州制覇を目指す島津氏は、大友氏が統治する文後進行を開始し、大友氏の援軍として、豊臣秀吉がよこした。 連合軍にも突撃側の戦いで勝利し、破竹の勢いで文庫各地を制圧していった。勢いに乗る島津家久は、大友総林のいる薄木城,城へ向けて進軍するとともに、野村文綱、白浜重政、伊集院久野村に、総勢三千の兵を持たせ、鶴崎城を攻略するよう命令した。当時、鶴崎城の城主は、吉岡静岡の子。 胸マスであったが、その胸マスは双輪に従って、薄木城に牢城していたため、鶴崎城の四季は母親であった、妙林に,に委ねられていた。若い兵は胸マスが連れて行ってしまったため、城内及び周辺には、老人の家人や農民、女や子供しかおらず、戦力的にも降伏するのが妥当な選択肢であったが、城を明け渡すことを良しとしなかった、妙林には、牢城を決意し、 急いで農民に家から板や畳を持ち寄らせると、それを材料に城の周りに取りを築き、また農民に鉄砲の使い方を教えるなどして決戦に備えた。同年冬、野村不密綱を中心とした島津軍は白滝山二陣を敷揮いよいよ攻撃を開始するも、病林にが周到に準備した落とし穴や鳴子の罠と、鉄砲を巧みに使用した奇策に次々とはまり、大苦戦。 結局、妙林に率いる吉岡軍は、計16度に及ぶ始末軍の攻撃を退け、なおも牢状を続けた。なかなか城を落とせない、始末軍は、要請されている本軍への合流ができず、ついに和睦を提案。食料がそこを突きかけていた妙林二側も、全員の命の保証を条件に、鶴崎城を解除し、撤退した。この時、和睦した妙林二は、 島津軍を手厚くもてなし、城内で両軍手を組み交わすなどしたと言われている。和睦した、妙林にではあるが、島津軍の殲滅を諦めたわけではなかった。天正15年3月、豊臣秀吉が、自ら20万の大軍を率いて島津討伐へ向かうとの知らせが入ったため、文後にいる島津軍に撤退命令が出ると、妙林には、野村文綱の屋敷を訪れて、 私は、島津軍と熱く交流してしまったため、大友家には残れないから、家臣ともども一緒に、薩摩に連れて行ってほしいと頼み込み、また宿がと称して、島津軍にお酒を飲ませた。8日、出発する島津軍を、後からすぐに合流すると見送った、病林には、この時を待っていたとばかりに、すぐさま家臣に命じ、後から追いかけてくる、はずの病林に一行を待ちながら、 千鳥足で、ゆっくり撤退する、島津軍に、おつつ川あたりで、奇襲攻撃を仕掛け、白浜茂政、伊従院久信ら大勢を打ち取った。野村文綱は流れ屋を胸に受け負傷しながら、なんとか、日向国、高城まで逃げ延びるも、この時受けた傷が元で没した。寺島の戦いの翌日、妙林には打ち取った、島津の首、六十三首を、薄木城の総林に送った。 その部訓を聞いた秀吉は感心し、ぜひ会いたいと申し出たが、妙林にはそれを断ったという。彼女のその後の消息は不明であるが、その知略と武勇は今、なお地元では、語り草となっている。ちなみに、文禄二年、主君、大友義宗が改役されると、吉岡氏も、老人となり、妙林にの死守した、鶴崎城も、廃城となった。ありがとうございます。